はい、どうも、長坂レモンです。本日紹介するときはこちら、ババーン。ギミアコントロールになります。はい。今回追加された、オアでの棚卸し、お手のしと、あとは、取り除き。それと、聖域シリーズが2つ。それと、死に至る霞ですね。が、2枚と、再録なのかな？難破船の探知車と、水溝の典型ですね。が参入したので、いけるんじゃないかな、ということで、こんな感じで組んでみました。はい。感想としてはですね、フリングがめちゃくちゃ出る。はい。やばいですよ。ほぼフラッシュカードなんでね。どこにどれを当てるかとか、そういうのはね、フリングがめちゃくちゃ出ること。それと、ドロソーがちょっと少ないかなと思わなくはないので、その辺もちょっと考えなきゃいけないのかな、と。いうことがありますね。はい。でもですね、水溝な典型とかめちゃくちゃ強かったです。てか、雑に使っても強かったですね、これは。はい。1本目とか見ていただいたらわかるんですが、適当に使っても強かったので。はい。それとですね、中盤支えるカードがちょっと少ないのかなという感じがしたので、4マナ、5マナ域だったりとか、その辺にね、ちょっと大型のクリーチャースッと差し込んであげるといいのかなという感じがします。はい。で、オアでの棚卸しもね、2枚以降が普通に2マナ2ドローということで、もうそこだけでね、結構採用価値があるのかなと思うので、昔のディミーアコンだったかな、に普通に入ってた記憶があるので、棚卸しの方ですね、入った記憶があるので、はい。強くなったら、そりゃ、使えるかなという感じで、出ます。はい。それと、一応ですよね。難破船の探知車と水溝な天橋の2枚コンボ入れてあります。そこまで期待はしてないので、あれですけど、難破船の探知車がね、三々果敢で、トラッシュからスペル回収できるので、ちょっとその辺の方向で入れた感じになります。今回は活躍しなかったんですけど、それでもね、墓地から、遠心の投入だったりとか、この辺のね、強いカードを引っ張ってこれるだけでも相当強かったので、はい、なかなかありなんじゃないかなと思います、ということで、対戦の方へ、どうぞ。はい、対戦よろしくお願いします。高校でスクライランドもあるし、一応キープしてみますか。あんま良くはないんですけどね、こういうの。赤白。犬？ミノータとかですかね。犬っぽいな。地に至る霞が結構綺麗に刺さってくれる対面なので。これでいっか。2点は通しましょう。何体か並んだら死に至る霞でね、全部流して終わらせてあげた方が良さげな気がしますね。速攻の犬。4点になりましたね。もう流しちゃうか。そうですね。ここ数で手札がしっかりと補充してくれたり、こいつは偉いですね。コントロールの天敵みたいなやつですね。マルル。犬2体とか飛んできますかね。そうですね。放置でしょう。イノータにはカウンター当てて、バナ。はい。バイバイ。ライバリーでいいんじゃないかな。1マナあれば、サメ台風かけしたトークンを増やしましょう。群れを導く犬。その犬ロードはちょっと聞いてないですね。やばいのでは。
ビジネスさん。お、すべてを解決しましたね。残り3点。こいつが殴んないといけないですよね、この軽減って。鬼門の回復はもうおささんない。まあ、3点速攻だけがちょっと怖いので殴れないですね。エンド。まあチリーのしがみつきはね、多分ライフゲインの方で使う羽目になると思います。嫌ですね。人間で一番嫌なの、あのまとめ役の犬ですね。しゃあないですね。まあここのインヌかな。はい、あーエイン神の投入は良さげ。速攻持ち以外に鍵策はやらんって言ってやりましょう。うん、あ、殴んないでしょうね。そうですね。あ、棚卸しも2枚引いた。ってことは犬を棚殴らせた方が強いな。そうですね。エンドで。バズりましたね。ああ、ここはバウンター。バウンター貼る意味もないか。こうしましょう。ほい。起動誘発、パーマネントバウンス、コピー、ドロー。起動誘発の取り消し、パーマネントバウンス。これコピーしてもプラスカウンターが乗んないからサメ。で、ドロー。はい。まあ、ブロックでしょう。いいですね。ね。余ったので消しますか。1体だけ殴ります。相手到達持ってないんでね。それに今のバズリの負荷は殴れないんで、なんか空間出る前に消していた方が良かったかな。そうですね。まあはいか。番犬、まあどっちみち自分は墓地から唱えるのでどうでもいい。そうですね。到達があるわ。いや、でも、逆に嫌だな。消しとくか。そうですね。棚卸しはね、相手が土地引いた。あー、論争だった。消せましたね。棚卸しは相手がね、よいしょ。土地引いた時に、買ってあげましょう。こっちですね。次、対戦ありがとうございました。はい、対戦よろしくお願いします。まあ、ギリキープできるハンドですかね。除去しっかりあってカウンターもできるので、一応キープはできるハンドかなと思います。土地がちょっと不安ですけどね。はい。
知らん。ナルシスターズ。怖いな。そうですね。これ相手には、アジャイの群れ仲間に取り除き当てていきましょう。よくわからん天使たちのやつですね。今殴ってきたということはアジャイの群れ仲間持ってないな。巨人落としオッケー。では棚卸しですね。借り手かー。まあショックインして終わりですかね。ユーアとエレボスの両方構えた感じで行きましょうか。場合によってはね、取り除きとかそっちの方向で対処しましょう。さあ、棚卸しあともう2枚ぐらい引きたいな。ソウルシスターズ系37行きはフェリオットかな。壊れる商人はいい。白タンバスリケトとかなんかその辺の カウンター系ですね、これ。エンド。まあヘリオット止めなくなりましたけども、モンショーキあるとめんどくさいので耐えますか。キリンで止めれる範囲ももうそろそろ近くなってくるので、はい、パンもらいまして、見とくか。そうですね。あー、なるほど。まあ、OK か。なかなか貝の陣形程度なら特に問題はないですね。赤い服のオートパンプアップは、ヤシテの鷹が一番邪魔かな。そうですね。はい。ここにいる商人と巨人落としは特に関係ないでしょう。この2枚で対処は可能なので。エンド。うい。ただ、こっちもね、手札なくなってきてるので、そこだけがちょっと不安点ではありますね。棚卸し偉い。お、棚卸し偉い。お、聖域偉い。いいですね。いやー、やっぱ右なんだよな。当然に。あんな、アスカ。そうですね。一旦、はい、流してトークン出させて行きましょうか。変だ。中和構えた方が良かったか。まあいいや。相手そこのトークンブロックしましょう。はい、ブロック。当然に。じゃあ、リリアンですね。
いらない。ほい。あといく巨人落としが起動されたとしても、問題ないので。いや、でも土地しか引いてないのは問題だぞ。エンド。まあ、上前落としが丸いか。点数的にはそんな変わらんのか。じゃあ、飛行出させるよりも。そうですね。このコードならこう、いや、2枚引きたいか。引きたいか。どうかな。まあ、なんとなく予想はしてましたよ。私のことだから多分、星なんだろうなっていう予想はしてました。あ、エリンチの投入、偉いですね。臭いのは飛んでるやつかな。でも飛んでるやつトークンだしな。借りてなんとかできるので、はい。エンド。まあこれでもう相手殴れなくなったので、タカ、どうぞ。アクセンリギア殴んないと星とか全部消えますもんね。ただまあもう遅いですね。まあ余ったし出しとくか。欲張るかどうするか。まあ欲張らなくていいか。確実に詰めていきましょう。はい、グッドゲーム、大変ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。まあ私はね、こういうコントロールデッキ大好きなので、はい、まあ、今後とも組みたいんですが、実はですね、最近の動画傾向に問題がありましてですね、私のね、最近の動画見ていただいたらわかる人、まあ、こう見ているって方は多分見ていただいているということで、まあ、わかると思うんですが、最近青いデッキばっかなんですね。はい。というわけで、明日は別の青色じゃないデッキを組もうかなと思うんですが、それはそれ、これはこれ。まあ、青いカード今強いです。なんならね、今回の、多色のカードはですね、投入と見栄しかないんですね。はい。しかも、豆乳も海蛇も必要かどうかで言うと、別に代わりはいくらでもいるみたいな感じなので、実は単色単色で組めたったりするかもしれないですね。はい。なので、まあ、どうしようかなという感じがします。はい。まあ、それはそれとしてね、この歴結構良かったです。オアでの棚の人とかもね、結構使いやすくて。まあ、ちょっとね、キープ基準とかその辺だけ BO1 だと判断が難しいと思うんですが、BO3 とかでね、しっかりサイドボード組んであげて使ってあげるとっても強いのかなと思うので、はい。この辺の方ではね、おすすめできると思います。ということで。
まあ、私はこういうピントとかでね、チリのしがみず、エレボス、コジュ、あとはサイゲシリーズ、ヒニンとか、ピントとかでやるの、とても好きなタイプなので、はい。まあ、このデッキには割と満足はしています。もしかしたら色が追加されているかもしれません。ということでね、本日の紹介は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。それでは。